おい、本気で言ってるのか。おいおい、無理してるだけなんじゃないのか。何もない。またそれか。何もない自分を変えるために俺は 42.195 キロ走り抜いてみせるぜってことか。わかりやすいやつだな。でもよ、お前そのマラソンもうまくいかなかった時のこと考えてるか。多分今のお前じゃ完走は無理だ。この前ので分かってるだろ。その時今以上に無力感を感じるかもしれないぜ。まあ止めないけどさ、その時になって落ち込んでも知らないぜ。だからそこには塩じゃなくて砂糖を入れるの。ごめんごめん、間違えちゃった。難しいね料理って。そういうのとは違うと思う。こっちのフライパン焦げてる。あ、ボールの中身こぼしちゃった。かき集めればなんとかなるかな。なんとかなるわけないでしょ。今雑巾取ってくるから、ユミはそのフライパンどうにかして。そこで何やってるんですか。すみません、今調理室は立ち入り禁止です。特訓中だから。ユミの知り合いなんですか。そうなんですか。私、2年の秋穂みのりって言います。みのりって呼んでください。言っちゃってもいいのかな。どうせ見られちゃったし同じか。ユミと料理の特訓してるんですって言っても、ほとんど私が教えてる状態だけど。お兄ちゃん思いなんだよね、ユミは。あ、もう、みのり、ダメだったら。ユミったらね、お兄さんにバレンタインデーに手作りチョコあげたのは良かったんだけど。だって、お兄ちゃん、ユミがあげないと誰からももらえそうにないんだもん。それがね、お兄ちゃんたら、まずい、食えたもんじゃないっていうの、失礼しちゃうな。そこで二人で考えたんです。美味しい料理作って、ユミのお兄さんを驚かそうって。驚かすんだから、お兄ちゃんには内緒ですよ。お兄ちゃん、カレーライスが大好物なんです。料理全然ダメなんです。今もホットケーキがめちゃくちゃに。カレーなんてユミにとっては高等料理なんですよ。だから簡単な料理から練習してるんです。二人で何話してるの。
なんでもないの。お兄ちゃん一口食べただけでもういらないだって。失礼しちゃうな。ユミ、本屋さんでお菓子の方を立ち読みして急いで家に帰って作ったんだよ。みのりを呼ぶんですね。みのり、先輩呼びましたか。A組です。そういえばこの学校って3年間同じクラスなんですよね。しました。ありがとうございます。褒めてるんですよね。私のトレードマークなんです。中学の頃からだったかな。その頃からずっと。もうそろそろ卒業しなくちゃって思ってるんですけどね。いつまでもバッテンってわけにもいかないでしょ。ま、そのうちですけどね。なんか私についてます。ありがとうございます。でも普通女の子に向かって簡単にそんなこと言いませんよ。まあいいです。あ、ユミ、そろそろバスケ部の方に行かないと。ごめんね先輩、せっかく来てくれたのに。うん、バイバイ。あ、私もそろそろ部室に行かないと。はい、失礼します。こっちにも見当たりません、鏡さん。こっちもです。そう、困ったわ。あら、あなた、ちょっとよくって。私、この辺でなくし物をしたみたいなんだけど、あなた、見かけなかったかしら。私の生徒手帳。あら、私のために探してくださったのね。いいのよ、隠さなくても。そうだ、お礼に私のブロマイドを差し上げるわ。え、俺ももらったことないのに。お、羨ましすぎるぜ。くそー。あら、あなた運がいいわね。これ最後の一枚よ。そんな貴重なものを、そんなやつに。悔しい。さ、どうぞ。なんですって、あなた私のブロマイドが欲しくないの。
けど？けど何だというの？本当の美しさが出ないですって。加賀美さん、こんなやつほっといて早く行きましょうよ。そうですよ、加賀美さん。そうね、私の美しさがわからない人と話しても時間の無駄ね。それじゃ失礼するわ。決まってるんだ。卒業しても今までと同じ水泳三昧の日々が待ってるってわけ。まあそうなんだけどさ。え？ああ、一泳ぎしてちょっと疲れたみたい。ほら、始めるんじゃないの？水泳の練習。その格好でプールに入るつもり？さっさと水着に着替えてきなよ。よし、まずはバックの練習から始めようか。それじゃ、プールに入った入った。君は教わる人、私は教える人。文句を言わずに始めなよ。私はさっきたっぷり泳いだし、この後もクラブの練習があるからいいの。それじゃあ、バックの操作の説明をするよ。使うのは三角ボタンと丸ボタンの2つだけ。画面向かって上の手を三角ボタン、下の手を丸ボタンで操作するんだ。2つのボタンを交互に連打すると前に進むんだ。どちらか一方に連打が偏っていると方向が曲がってコース脇にぶつかってしまうので注意してくれよ。どちらかにコースがずれているなと思ったら、ずれている方をより強く連打し、もう一方は連打を休めてコースを修正するのがポイントだな。だいたいこんなところだな。それじゃ始めようぜ。リラックスしていこうぜ。
なかなか良かったよ。機能重視で飾りっ気なし、無骨な私にはちょうどいいよ。下手なお世辞だな。いいんだぜ、無理しなくて。始めたばかりで何弱音を吐いてるんだよ。頑張ればなんとかなるって。そう、その息その息。一応ね、記録はただの記録だよ。大事なのはそれだけじゃないと思う。私は G 組だよ。これだけクラスが多いと、とてもじゃないけど全員と知り合いになるなんて無理だな。そんなことないってば。こっちの方に飛んできたのは確かなんだ。黒いからすぐわかるはずだよ。いえ、私知りません。おかしいな。あ、こんにちは。いえ、それが。あ、君。ねえ、君は見なかったかな？カラス。怪我してこっちに飛んできたはずなんだけど。そうか。すみません。それでそのカラスはどうして怪我なんか。その小悪カラス、最近学校に出没して生徒の弁当は失敬するわ、制服のボタンはむしり取るわで大騒ぎだったんだ。小悪な上に頭もいいやつだよ。俺もおやつをやられちゃって、ちょうどプリンの蓋を開けたところを狙いすましてやがった。俺も頭に来て石を投げつけたら見事に命中して。で、カラスはフラフラと飛んでいく。俺たちは後を追いかけてる、とこういうわけ。ここにいたなら必ず会うはずなんだけど。君たち、本当に見ていないのかい？本当です。私、本当に。そうだね。時間が惜しい。探しに行こう。ああ、それじゃあ。お待たせ。なんだか元気になったかなって。そう、少しだけ。安心した。あ、そうだ、昨日メグから電話があったよ。
落ち込んでるメグのことを励ましてあげたんだって。メグ喜んでたよ。まるで自分のことみたいに親身になってくれたって。ねえ、あなたが悩んでたことって。ううん、なんでもないの。さ、作業始めましょう。じゃあ、構成の方よろしくね。私は写真を選んでるから。お疲れ様。うん。全部大丈夫そうだね。すごいね。一人で全部見つけるなんて。あとは写真だね。ちょっと探してみたんだけど、この写真でどうかな。残念だったね。ユミちゃん頑張ってたのに。試合で負けた時はユミちゃん大声で泣いちゃったそうよ。それだけ一生懸命に練習してきたんだろうね、きっと。じゃあ、今日は構成した原稿と写真をレイアウトする作業もやりましょう。この前買ってきた本を参考にして、ある程度形を決めてみたんだけど、それを参考にする？
こういうページ、他ではちょっと見られないわね。それじゃあ、そろそろ片付けて帰りましょう。うん、もちろんそのつもりよ。あまり見ないで。あなたはどの場所が一番印象に残ってる？素敵だったね。ライラックの花が咲く頃に行くともっと綺麗なんだろうな。またいつか行けるといいな。そうかもしれないね。おととしの文化祭を引き継いで大きな規模だったもんね。充実してるんだからいいじゃない。そのつもりだよ。あの時は本当に充実してたから。あの年から文化祭の規模がすごく大きくなったでしょ。いろいろ準備が大変だったんだけど、何かを作ってるんだって気持ちはすごく強く持ってたな。文化祭が終わった時は涙が出ちゃったな。そうね、小学生の頃かな。それは内緒よ。まだ決まってないみたいだけど、これからでも頑張れることはあるはずだからってすごく前向きになってたの。メグ、あなたのおかげだって言ってたよ。メグ、私が励ましても全然元気になってくれなかったのに。今日はお疲れ様。それじゃあ、また明日ね。私、鏡だけど。今近くの公園にいるんだけど、あなた今から出てきてちょうだい。とにかく出ていらっしゃい。それじゃあすぐよ。遅いわよ。何やってたの？単刀直入に言って、あなた、私をどう思って？あなた、この私に向かって本当の美しさが出てないって言ったわよね。言ったわよ、今日学校の廊下で。
こと言うから、私ったら勘違いしてたみたいね。そうよね、この私こそ本当の美しさそのものなんですもの。それなのに、あのオーディションの審査員ったら。ええ、そうよ。昨日が一次審査だったの。それが審査結果はまだなのよ。後日手紙で連絡するって。当然よ。ただ審査員の中に中年の女の人がいたんだけど、その人に本当の美しさを出さないと合格にはできないなんて言われたのよ。あの審査員、きっと私の美しさに嫉妬してあんなこと言ったんだわ。そうよ、そうに決まってるわ。別にこだわってなんかいないわ。あんなこと私が気にするはずないじゃない。あなた、私がオーディションを受けた話、誰にも話さないでくださる？ありえないことだけど、もし、もしもあの審査員の意地悪で落とされるようなことがあったら困るでしょ？お願いしたわよ。じゃあもういいわ。帰ってよくてよ。悪いけど、もうあなたに用は。あら？はい、坊や。このボール、僕のでしょ？ダメよ、そんな頭ごなしに叱っちゃう。坊や、お名前は？教えてくれないの？それじゃあ、お家はどこなのかな？どうして黙ってるの？ああ、わかったぞ。おしっこしたくなっちゃったんでしょう。違うよ。道に迷って保育園がわかんなくなっただけだ。あら、やっと口を聞いてくれたのね。どこの保育園？お姉ちゃんが一緒に行ってあげる。本当？え、本当よ。こういうのは弟たちの。いえ、何でもないわ。じゃあ、行きましょう。うわぁ、このお兄ちゃん怖い。あなた、嫌われちゃったみたいね。仕方がないわね。保育園には私が連れて行くわ。それならいいわよね。うん。それじゃ、行くわ。あ、オーディションの件、絶対内緒よ。お姉ちゃん、早く。え、さあ行きましょうね。じゃあ、よろしく頼んだわよ。ピサオトメです。お前か、なんだか元気にな
になってるじゃないか。さては藤崎さんと何かあったのか。そうなのか。まあいいや、元気なのはいいことだからな。俺もちょっとは心配してたんだぜ。気にするなって。それより今日は何の用だ。あ、誰の情報だ。あ、いいぜ。ちょっと待ってくれ。鏡、鏡っと。あったあった。耳かっぽじってよく聞けよ。鏡ミラ、3年 H 組。誕生日は11月15日のサソリ座で、血液型は O 型。電話番号は、だな。スリーサイズは上から93、61、89。クラブは帰宅部で、趣味はウィンドウショッピング。高いもの、美しいものしか興味がないらしい。極秘情報によると、卒業後はモデルになるらしい。とまあ、そんなとこだな。なーにってことよ。女の子の情報なら、俺に任せてくれよ。さてと、それじゃそろそろ切るぞ。見たいテレビが始まるんでな。それじゃ頑張れよ。じゃあな。こんばんは。今日は呼び出して悪かったわね。ええ、とてもいい子だったわよ。でもあなたは嫌われたみたいね。あら、ずいぶん長話になってしまったわ。私の貴重な時間をあなただけに割くわけにはいかないのよ。他の男の子が嫉妬するでしょ。それじゃ。ご用？うんうん、元気になったんならいいの。あ、うんうん、昨日は本当に卒業式の話し合いが長引きそうだったから、明日からもよろしくね。それじゃあそろそろ切るね。おやすみなさい。あ、もしもし。あの、田中さんのお宅ですか？ごめんなさい、間違えました。田中さんのお宅じゃありませんか？そうですか。ごめんなさい。番号間違えてメモしちゃったみたいで。ああ、困ったな。お友達に相談したいことがあったのに。あの、涼しいかな。もし時間があればでいいんですけど、お話聞いてもらえませんか？ごめんなさい。やっぱり迷惑ですよね。
優しい人だ。あ、いえ、その、最初聞いたとき優しそうな声だなって、そう思ったから。うん。お互い何も知らない者同士の方がお話ししやすいことってあるでしょ？どういうふうに話せばいいのかな。私ね、もうすぐ卒業するんです。2週間後に高校を卒業するの。そうなの。偶然だね。うん。あのね、卒業前にするといろいろ考えることってあるでしょ？うん。高校でやり残したこととか、心残りなこととか、そういうこと。聞いてもらいたい話っていうのも、実はそのことなんだけど。あのね、私、ごめんなさい。やっぱりこういう形で聞いてもらうの良くないかもしれない。ごめんなさい。え、あなたも何か悩んでることがあるの？何を残せたのか。すごいことを考えるんだね。へえ、きっかけって？ダメダメ、そこまで言って言わないなんて。そうだよ。それできっかけって？え？行動？そうなんだ。電話相談室みたいだったよ。でもありがとう。なんだか少し勇気が出てきたみたい。そっか。私もきっと何か始めた方がいいんだよね。あの、またかけてもいいかな、この電話相談室に。よかった。お話聞かせてくれてどうもありがとう。それじゃあ、おやすみなさい。